皆さんこんにちは、作曲家の菊田博樹です。今日本は夏で、とってもとても暑いんですけども、作曲家としての僕の心もとても熱くなっています。それは、素晴らしいゲームの開発に、携わることができるからです。ある日、僕の友人である、スカーレットムーンのジェイソンが、こんなことを言いました。スカルガールズを作った、インディーズのゲーム開発チームが次回作としてアクション RPG を企画しているんだけども、それに作曲家として参加しないか。もちろん、スカルガールズは素晴らしいゲームで、僕も大好きでしたから、すぐにジェイソンに返事をしました。ぜひ参加したい。そして今僕は、この企画に携われたことをとても感謝しながら、インディビジブルというゲームの音楽を作っています。素晴らしい作品にするように頑張りますので、ぜひ応援してください。